繰り返すこの日々は開けないくらいには脆く誰にさよならも告げず離れてゆくんだ淡い記憶ひやり溶けて心ざわめく2万人とのように冴えた思考でチョコレートのように甘い感情で透明な心を濁したいただ冷たいだけじゃないはずだよって風にそよぐ柳の光景や孤独の月を呼ぶ喜びも透明なあなたに伝えたい夢の名残がまだふわり漂ってリーフミローライブにお越しいただきありがとうございます。早薙主催初めてのライブです。皆さん全力で楽しんでいってください。いきますよ。はい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 。ひとりぼっち闇に沈んで錆びついた骨の騎士に何にもないうつろに沈んで真暗闇夢の終わりやがてまどろみはそっけないくらいに冷めてく。そしてパノラマの世界がまた始まるんだ。今心臓の音が弾むチョコミント味の甘い感情で共鳴し得ると信じたい。ただ冷たいだけじゃないはずだよって風に舞う早薙の静寂がここへでも頬に滲む一瞬を透明なあなたに伝えたい。悲しい悲しいだけじゃないはずだよって。冷たい冷たいだけじゃないはずだよって。それでは皆様、せーの、リーフミローライブへようこそ。わー、どんどんどんパパ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 パ。さあ、このライブはみんなに素敵な時間を届けたい、一緒に楽しいを共有したいという思いを持った素敵な VTuber さんたちと一緒にお送りする 3D 音楽ライブになっています。やったー、最後まで楽しんでいっていただけたらと思います。さあ、早速今回の素敵なメンバーを紹介します。それでは最初は小麦ちゃん。はい、ペルカネ所属の専属パン屋さんでキリンの桐谷小麦です。今日は楽しい曲をたくさんやろうと思うのでよろしくお願いします。お願いします。小麦ちゃん、小麦ちゃん。さあ、次は大きな尻尾が魅力のハロ
バーチャルアイドルロリゲツでのちぐさ花です。こんちぐさー、こんちぐさー。今日はかっこいい歌とかいろいろ歌うので、ぜひ楽しみにしていてください。盛り上がっていきましょう。イエーイ。さあ次は闘志をみなぎらせているネロちゃん。うわー、お前のコスモは燃えているか。どうもネロクロスファイアです。さあ今日はね、みんなと一緒に青春の汗を流せると聞いたので、一緒に全力全開で楽しんでいきましょう。よろしくな。イエーイ。よろしく。さあさあさあ、今回のリーフビローライブ、通称リビライブというもの、このライブについてみんなでおさらいしていこうと思うんだけれども、誰が説明してくれるんだ。お、失礼します。お、神木ちゃん。はい、今回のライブは今みんなが見ている YouTube にて全編無料でお届けします。やったー。ぜひ素敵な時間を一緒に過ごしましょう。お次はハメちゃん。はい、そしてこのライブ中いいなと思ったシーンがあったら、すぐにスクショしてハッシュタグリビライブでツイートして拡散してください。よろしくねー。拡散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 。そう、小麦たちのことを知らないみんなにも知ってもらえるように協力よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくなー。さてまだまだライブは始まったばかり、最後の最後まで楽しんでいきましょう。イエーイ。イエーイ。さあ早速なんですが、次の曲に移っていきたいと思います。さあ次の曲歌ってくれるのは誰かな。あれあれ、え、やるか、誰いるか、え、やんのか、あ、ちょっとなんと今回のリビライブはコラボ枠があるんです。うわー、なんだってさあ、そう、コラボ枠があるってことはね、まあいろいろ楽しみなわけなんですが、早速次に歌う曲、一体どんな曲になっているんでしょうか。どんな曲になってるんでしょうか。どんな曲になってるんでしょうか。どんな曲になってる。いねえ。いないよね。いないよね。はい、今回のこれからね、私と小麦ちゃんでお届けする歌ね、ぜひともね、イントロ流れるまで楽しみに待ってていただきたいんだけれども、まあヒントを出すとするならば、今回の4人のメンバーの中では、まあ元気担当の2人がお届けするというものになっているので、もしかしたらもう早速みんな汗かいちまうかもしれないので、今から準備してる間にぜひともね、タオルやハンカチを準備していただいて、一緒に盛り上がってくれると嬉しいです。よろしくだ。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは準備に移ってまいりましょう。みんな行くぞー。わー、最高の気分で 1,2,3 乗り
Yeah.
ど取り枯れて気づいてそのまま互いを認めるため、その声は思いを伝えるため、その手は大事な人と繋ぐため曇るかな、その手で守ろうとしたものは愛するものだったのだろうか、赤く染まったその手を眺めてやっと自らがしてきた愚かさ、過ちと認めるその罪を止めらなく溢れるその涙は死ぬ、この歌が聞こえてる、命ある全てのものよ、真実はあなたの胸の中にある、嵐の海を沈まった失ったものは数え決めたことも、ありがとうございました。それではみんな戻ってきて、ただいまー、ただいまー、戻ってきたー、皆さんおかえりー。さあ早速お送りしましたのは小麦ちゃんとネロちゃんのポジティブダンスタイム、そしてちぐさはなちゃんのザ・エバーラスティング・ギルティ・クラウンでーす。素敵だったー、ありがとう。あ、大丈夫、めっちゃよかった。待って待って、そう、大事なことを言わなければいけなかったんだよ。ん？今回、この、今使わせていただいているステージ、スタジオさんなんですが、うん。今回使わせていただいているのは、スタジオスープさんでーす。スタジオスープさん、ありがとうございます。ありがとうございます。私たち、こんなに動けまーす。こんなに動けるようになりましたー。シュッ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 。カッキーン。とってもね、素敵なステージ、そして、演出、そ
そしてこの大きいスタジオを貸していただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このスタジオスープさんのお力を借りしてやっていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、じゃあ曲の感想とかに移っていこうと思うんですが、うん、なんかちょっとダンスがすごすぎて私もドキドキが止まらなかったんですけど、ポジティブダンスタイムどうでしたか？どうでしたか？どうでしたか？どうでした？なんでこれ？何回やるんだよ。いやもう汗しか出ないよね。いやもう本当に疲れた。でもめちゃくちゃ楽しかったね。楽しかったです。ちなみに、うん、どこが難しいとかある？ああ、私からいい？いい。やっぱり私は間の感想でめちゃくちゃ腹筋やった後からの最後のラストサビ、これはもう本当にもう自分自身との戦いだったんで、でもね一番楽しかったところでもあるんだよね。小麦ちゃんは？小麦はやっぱり同じフレーズがいっぱい出てくるし、最後にもう一回ってくるので、うん、もう本当にミス、練習の時からミスが多かったです。いっぱい練習したね。いっぱい練習して、もう本当にねミスなくお届けできたのでよかったです。やったです。やったー。素晴らしい。さあじゃあ待ってよ、ちぐさはなちゃん。はい。はなちゃんはなんかすごくかっこいい曲歌ってたけど、かっこよかったー。よかった、うん、というなんでこの曲を選んだんですか、ちなみに。まずはなが大好きなアーティストさんのエゴイストさんから盛り上がる曲なんだろうなーって思ってこの曲を選曲してみました。どう、かっこよかった？かっこよかった。すごい。みんなもどうだったかな、いっぱいスクショしてツイートしてくれたかな。撮れ高があった。あった。いっぱいだった。いっぱいだった。というわけでね、すごくかっこいいお歌で盛り上がる大好きなね曲を選びました。はい、ありがとうございます。もうなんか魅力ありすぎて私オタクみたいに、はぁ、すごい。でもね、まだまだ次の曲が続いていくんですね。うん。あ、じゃあ次の曲は一体何でしたっけ？あ、何でしたっけ？何でしたっけ？何でしたっけって、私でーす。イエーイ。はい。何を歌ってくれるんですか？はい、続いて私、ネロクロスファイアですね、お届けする曲は、オリジナル曲をね、ぜひみんなに聴いていただきたいんだけれども、早柳千草、え？申し訳ない。え？この素敵な緑豊かなリーフイローライブ、リビライブ、一旦野焼きさせていただきます。ファイヤー！ちょっと待って！野焼き！大丈夫、スタジオスープさんは特別な許可くれたから、大丈夫。待って！大丈夫。待って！リーフイローライブ！もう始まるから、もうすぐ始まるから。いやね、危ない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 。スープさんも、いい感じの距離感でお願いします。さあ、じゃあこの素敵なステージ、申し訳ないが、派手に行かせていただこうか。ショータイムの始まりだ！一つ、二つ、灯火が消えてく。冷えた君を強く抱きしめて、神よ、ここに死にたい奴はいない。明日をつかめ。3, 2
2、1、ノアイプルタッチよ。ひどくひどく降り続く黒い雨、赤く滲むこの手をかざして、父よ、ここに平和は咲きますか？ならば、この身として疲れ果てたすべての者たちよ、癒えぬ傷で共に激しく踊れ踊れ、もっともっとだ。した無事たまいき
いま。あ、え、かわいすぎてなんかちょっと今心臓がドキドキしすぎて。いや、あーとか行かないで行かない。ハピネス浴びたわ。ハピネス浴びた。もう浴びたわ。浴びた。もう親切にされた時もどうしていいかわかんなくて。ね、ひどいやついたよね。ひどいやつがいた。ひどいやついたよね。ひどいよね。ひどいよね。ひどい方ね。解剖検討つきませんな。君だよ君。あーギャギャ。はい、そうじゃあね、今回お届けしました1曲目は。はい、ネロクロスファイアのオリジナル曲で、フラッグという曲でございました。いや、野焼きにお付き合いくださってありがとうございました。すごかったね。すごかったね。かっこよかったけどさ。ありがとう。野焼きがさ、野焼きがね、野焼きがね、いや、野焼きはいいって聞いたからなんか安心して野焼きできたし、あとあんなかっこいい野焼きができるのはやっぱね、スープさんのお力のおかげなんだよ。ありがたいですね。よかった。じゃあ次2曲目は花ちゃんお願いします。はい、花とちぐちゃんでお届けしました。月明かりでーす。イエーイ。素敵だった。マジで勢いがすごかった、うん、ね。久しぶりに一緒に歌えて楽しかったね。ねえ、ほんとほんと。しかった。それで3曲目は、わ、この日のハピネスフェスティバルというオリジナル曲を歌わせていただきました。かわいさ全開だった。いや、祭りだった。ありがとうございます。よかった、よかった、本当に。よかった、よかった。ちょっと深掘りしていきたいんですけど、うん、まず、ネロちゃん。はい。どうしてこの曲選んだんですか？あ、今回ね、実はメンバー皆さんを、まあ、今日、共演するという皆さんね、発表いただいたときに、まあ、私だけが、ちょっとね、可愛いとはまた別の感じだなと思ったから、それだったらもう全然もう可愛いじゃなくてもう全然かっこよくってもうバチバチ違うものをやろう、よし、野焼きをするぞって思ってこの曲を選ばせてもらいました。野焼きするぞって。すごいな。心に決めた野焼きだった。そう、心に決めた野焼き。でも本当にすごくすごく、そのなんだろう、私の思いをスタジオのスタッフさんがこう受け取ってくれて、本当になんか悪魔城が見えてくるかのごとくのね、ものすごいところで歌わせていただいて、本当に本当に貴重な機会になりました。ありがとう。ありがとうございます。本当によかった。ありがとう。次のね、月明かりは、はなちゃんが選曲してくれたんですよね。はい、そうです。選曲してくださったんでしょうか。今回、なんかその、この4人の中の、その、2ユニットかなできるっていうことで、ちぐちゃんと組むってなったら、もうね、一緒に、前ね、歌ってみたでも、歌ったことのある月明かりをぜひ、生でも一緒に歌いたいっていう気持ちがね、もう頭の中にパッとこの話をいただいた時にね、湧いてきたので、この曲をね、選ばさせてもらいました。わぁ、嬉しい。よかった。オリジナルの映像だったしね。そうなんです。うん、MV もね、後ろで流していただいて、うん、そうなんです。ぜひね、たくさん見てほしいなって思います。よろしくね。はい、よろしくお願いします。3曲目、コム、うん、ちゃん、これどんな思いでこの場で歌ったんですか？うん、いや、もう精一杯ハピネスを届けたいと思ったので、もうね、精一杯元気をみんなに届けたいなと思ってこの曲を選ばせていただきました。届いた、届いた、幸せになった。ありがとう。ありがとう。画面のみんなに聞いてどうでした？パチ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 。副所得さん、よろしくお願いします。パチ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 。さあ、リーフミローライブ楽しくやってまいりましたが、なんと次の曲で最後になります。なんだって。そうなんです。寂しいんですけど、楽しいライブには必ず終わりがあります。最後の最後までみんなで楽しんでやっていきたいと思います。この曲に関しては先に言わせてください。今からみんなでお送りします。私たちの思いをたくさんたくさん詰め込んで歌います。ミスターミュージック、それじゃあ頑張りましょう。あThank you.
エミスタミュージック強く抱いて、エミスタミュージック Music. Hey, Mr. Music.